どうも、美容師チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、やってまいりました、はい、僕のチープな企画でございます。何でしょう。気になりました。気になりました。はい、ニッカリッチブレンドディープブレンドってあるじゃないですか。最高のコスパ上飲酒、気がついた。何でしょう。あれ、誰もブラックニッカクリアとリッチブレンドの飲み比べやってねえんじゃねえの。やってるに決まってるでしょ。うちのチャンネルではやってないんじゃない。いやいや、ニッカ史上一番、ね、まともにっていうか変だけど、ブラックニッカって名前で、ね、安いのってこれ一番安いじゃんか。そうですね、うん、で続いて確かこれなんだよ。スペシャルのものがこれよりちょっと若干高かったイメージあるんだよ。ああ、そう。うん、瓶しっかりしてるから。四角いからな。あ、四角いから。で、今日これ飲み比べてみようかなと、はい、やっぱりこれからウイスキーをこう飲みたい、はい、初心者の方にも、はい、あれ、このウイスキーとこのウイスキー何が違うんだろうか、我々がビシッとここで説明してやめないとみんな迷うわけですよ。あれ、どっち買ってるんだって。まあ、確かにここの値段の違いって何なのっていうのが、ね、気になりますからね、うん。早速ちょっとね、はい、飲み比べていこうということで、いかがですか今回の企画。誰か興味あるかな。ありがとうございます。推定今300人の方が見ていただいております。はい、ということで、はい、じゃあ新品のリッチかちょっとカリカリしましょう。はい、閉めてますよ。早速飲んでいきたいと思います。はい、じゃあリッチブレンドから。久しぶりに飲んだ。香りがまず素晴らしい。アルコール、甘い。すっきりだね。こんなにすっきりなんだ。気持ちいいね。滑らかにコクとともに、滑らかなコクとともにこう入ってくるね。うん、やっぱりシェリーあるね。これでしょ、好きな方。私、こういう甘み好きですね。こういう好きや、はい、甘い感じ、はい。この甘み好きですね。うん。うん、もたーっとしてるけどが。なんか、ちょっと不思議なのが、うん、ベロの裏側と、あ、うん、喉の奥があるある。だから、もたーっとしてるんだよ。うん、なんでそこ来るって思わない、ね、不思議だよね、これね。うん、あの、リッチブレンドは、もたっとした甘さが、ベロの下と喉の奥に伝わります。はい、じゃあ、ブラックンがクリア。はい。飲みましょう。意外とタルコはしますよ。うん。あっさ。ちょっとケミカル感があるね。うん。あ、こっちアルコールの数値なのに 40%。はい。こっち 37%。まあ、そこの違いもあるんじゃないですか。でも、すごくアルコール強く感じるよ、クリア、うんうん。まあね、そこはね、しょうがないじゃないですか、やっぱ。もうなんか、焼酎を樽さぶち込んで、すぐ瓶詰めしましたっていう感じがする。まあ、値段がね、これ700円ぐらいでしたっけ。ロンデスクソークで。こっちは1200円、うん、1300円とかで、まあ、このぐらいの味の差はあって当然かと。ただ今日はですね、うん、ここの差を伝えるレビューですから。はい。どうですか、どうですか、差を伝えてくださいよ、あなたの方から。これはですね、まずね、タルコがないんですね、こちらは。いや、意外とするよ。意外とするって。ね、あの、ここはするよ。うん、飲んだ時の話です。ない、全くないね。ないね。ないね。全くないです。はい。そうだよ、タルコにつけたなんかだよ。こっちは、例えば、ちょっとシェリーっぽいなとか。うん、あ、あるね、ある。そういうのを味から感じられるじゃないですか。よりなんか味の複雑さだったり、こう、繊細さが伝わるような感じしますね。あとそのアルコールも嫌なピリピリ感というか、うん、あ、はいはいはい、これはこっちはないんです。ない、ね、こっちはやっぱあるんですよね。 ありますね。ざっくりとこの辺ですかね、違いは、うん、ただ基本的にこの辺はストレートでそんな飲む人はいないと思うんですね。おい、飲むよ。いやいや、これはやっぱあのハイボールのためのね。あ、じゃあちょっと、特にこちらは、うん、じゃあハイボールいくか。ロックでもいいですけど。ロック、それと飲まれちゃったら、もうすぐハイボール行こうよ。いやいや、じゃあハイボール行きますか。ハイボール行こう。それでは、もう、ハイボールにしました。してやりました、ハイボール。まあ、あの、ブラックニッカといえば、うん、ハイボールなイメージありますから。なんかや、ブラックニッカって、僕別にブラックニッカの酷評してるわけじゃないけど、なんかチャムセンっぽいんだよな。そうですか。まあ、下くらいあっちの酒っぽくて。だからこれ不思議なんですけど、うん、
居酒屋行ってハイボールって頼むじゃないですか。はいはいはい。ニッカとカクがあるとどうしてもカク。カクなっちゃうよな。わかるわ。でもニッカ好きじゃないですか。好き。これ不思議なんだよね。不思議だ。多分ね、これ以上のグレーディング的にブラックニッカクリア以上のウイスキーをこう寄せていけると、はいはい、ニッカのウイスキーにハマっていくんだと思う。本物のウイスキー。まあ確かにあのブラックニッカで泊まってる方は、うんうん、まだ日課の良さは分かってない、分かってない、分かってない。本当この値段ちょっとここ変わるだけで全く別物、ね、全然別世界で。まあちょっとハイボール飲んでみましょう。はい、はい、じゃあ行きます。じゃあリッチから。ああ、うまいわこれ。シェリー感死んでねえんだよな。甘いね。甘い。まあ、どうしてもね、この価格帯だとそんなにこう深みを、ね、求めるっていうのは違うと思うんですけど、うん、味わいを探るとものすごく探らなくてもまず分かるのはフルーティーなもう甘さボンってきて、ほう、うん、フルーティーさあります？ある。なんだろう、そのシェリーのフルーティーさで、それフルーティーとは違うないか。ブドウだろ。いわゆるフルーティーって多分ブドウじゃないんですよね。なんだ、柑橘系のこと言ってるのか。柑橘系のこと多分一般的フルーティーです。なんかちょっと甘みはその蜂蜜みたいな甘みの入りって気がするんですよ。蜂蜜か、うん、どっちかというとそっちの甘みからシェリーの甘みになる感じのイメージなんですけど。あー、悪くない。悪くないじゃない。それ、僕言いたかったな。ちょっと全部今はなしにしていいかな。いや、こっち行きます。じゃあ、ブラックに入るよ。オレンジみたいな甘みしません？まあ、わかる。ある柑橘系のな、うん、だなんかチャミスルっぽいんだよな。そんな嫌そうな顔するんじゃないよ。なんかね、やっぱりその普段僕上院でスコッチ飲んでるんですよ。どうしても焼酎みたいな感じするんですよね。甘っ、糖蜜みたいな甘さっていうんだから。こっちから蜂蜜とか上品だったじゃん、ちょっとワングレード上の。そうだね、うん、こっちなんか人工的に作られたこう味のなんだ、大五郎とかや。いや、そこまでは違う。それは違うぞ。言い過ぎだな。それは違う。なんでその糖蜜っぽい味するんだよ。なんか水飴、まあ水飴ではねえな、なんだろう、なんかちょっとつかめない甘さ、アルコール甘さってあるやん、ね、この最初に入るその舌先に甘みが来るじゃないですか、うん、これがあれだよ、ちょっとオレンジっぽいよね。あとね、こう鼻にね、溜まるアルコール感、悪いをする感じのアルコール感がすごく嫌。耳に入れてるの分かるかな。分かんなくはないけど、別にそこまで嫌じゃないんだよな、俺。こっちの安い方は、どうしてもアルコールが立ってしまうのと、甘さがチープ、ものすごく。うん、そんな感じ。なんか偉そうだな、本当に。そうそう、そんな感じで、いや。蜂蜜とかつけてる樽のシェリー酒ってあるんですけど、ものすごくガムシロップみたいなお酒あるんですけど、その甘さが残ってるのと、香りが若干残ってます。そのブドウっぽいドライなんだ、ドライブドウ、ドライレーズンみたいな匂いが少し残ってる上品な甘さがあります。久しぶりにね、我々は飲んでみたかったということで、リッチブレンドな、はい、ラベルも新しくなりましたし、新しいラベルになって飲みましたっけ。飲みました。しっかりレビューしました。じゃあ皆さんそちらの動画も見ていただいて、ぜひ、はい、ということで今回は辛口レビューとなりました。この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あくまでも個人的な意見をバーッと YouTube で配信しておりますので、お手柔らかバーッ。あなたね、見下すような見方するんじゃないよ。